見える会カメルマガ。こんにちは。一般社団法人会館 JP の村松大輔です。本日はですね、この、こちらの本の紹介なんですけども、感謝の習慣ということでね、この、 えー、日本語訳がですね、もう待望の本だということでですね、で、こう読ませているし、ベストセラーシリーズ待望の砲訳かということであります。で、こちらはですね、あの、昨日本屋さんに行ってこう見っけてきたんですけども、で、まあ、開花でも本当にこう伝えたい感謝がいかに大事かと、感謝していくとどうんもどんどん良くなっていきますよっていうのを、ノック学だったり心理学の方でもこう伝えられてるんですね。で、その中でですね、 夫婦関係がうまくいくグループとうまくいかないグループって何が違うのかっていうのは数値評価というか、で、会科では周波数でこう見ていって、ある意味こう周波数、人間の周波数って 測定できないんじゃないかなと思ってますので、で、そのところを心理学でこうグループ別にこう分けた時のね、の数値を比較した時で、こう数値化されると結構分かりやすいので、じゃあ日頃ご自身がですね、皆さんが家庭の中とか職場の中でどういう言葉かけとかね、思いでいるかっていうところのね、えー、ところにもなってきますので、そのところの話に入りたいと思います。こちら。 夫婦中のですね、この数値化、ロサーダ比っていうロサダさんっていう人が考えたですね、この比率、まあ発見してた、心理学の中でグループ化で、ね、発見したもの。で、夫婦関係の数値化、数値ですね、このロサーダ比、マーシャルロサダさんっていう方。で、一日のですね、この夫婦間のあ関係のね、言葉とか思いの感情でですね、こう、不平とか、皮肉とか、非難とかっていう、 え思ったこと、思ったこととか言ったこと分の、夫婦間の感謝ありがとうとかすごいじゃんとかね、私が手伝うわよみたいな、そういう感情とかね、言葉の比率なんですけども、ちょっとこう分かりにくいでロサダ比が0.9以下っていうのは、例えばまあ10のうちの9ってことなので、この不満、不平不満皮肉非難が、避難が10で、感謝が9以下の場合っていうのは結婚生活がこう破綻に向かいやすいと。 で、ロサダ比が5.1以上っていうのは、不平不満が10とかね、非難、皮肉を10言ってるうちの、感謝が51以上だというふうにしていくと、えー、結婚生活がとっても満足がいくと。 いうことなんで、すねでこれ、相手がこうだから、だから、こう、感謝が出ないとかではなくって、これは私の考えだったんですけども、この、まあ、私の考えと、こう、私の人生体験とですね、あと、いろんな会社のトレーナーさんがを見させていただいて、で、同じ夫婦関係だったんで、同じパートナーだったんだけど、before がすごく大変な状況で、after がすごく良くなってる、相手を変えていないのには、 どういうかというと、ご自身がいかにこう現象を感謝で見れるかなと。で、そうすると自然と周波数も感謝とかね、えー、ね、嫌いとか応援するとかいう風になってくる。 で、逆に自分自身の意識レベルが低いと、相手の、相手に対して自分自身に対して不平とか、皮肉とか、ディスるとかですね、えー、なってしまうと。とそうすると、日頃の思いがディスる、非難、批判、不平になってしまうので、現象をバーッとこう、不平不満で揺らしてしまうと。それを数値で見ていくと、10個、不平不満言ってるうちの、もう9個以下が感謝だと。 いうときと、10個、まあ、おもちゃを言ってるときの51個以上がもう感謝だというようなね、えー、感謝とか応援とか支援とかっていうのが、まあ、 個数でいうとこ分かりやすいかなと。まあそもそも周波数で成り立っているので、ご自身が日頃ね、どんな意識レベルでいるのか、どんな観測でいるのかっていうのが日常の心がけなんですけども、まずは自分が一日に何回どういうふうに思ってるのかな、言ってるのかなということを意識していただいて、相手が悪いからそうなんだというのではなくて、ご自身の見るか、見てる場所が違うので、見てる場所をですね、 えー、避難とか不平で見てしまうんじゃなくて、よくできているところ、素晴らしいところを見れるようになってくると、それで観測するので、エネルギーをそれでぶつけているので、どん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 良くなってきます。というふうにして、うん、ぜひですね、このご家庭の中の関係が良くなると、 それを職場の中でもそういう観測ができるので、えー、ね、この会社の中がほとんどん良くなってきますよと。ただ人間関係の根底っていうのは本当に家族の中でのね、えー、自分の観測をどういうふうに見れるかなと。私もまあ自分自身の人生体験を通してすごく感じておりますので、ぜひ皆さんもですね、このローサーダー比っていう比率をですね、えー、意識されながら、で、自分自身の観測周波数どういうふうにしてるかなという風にやっていっていただければ、 家庭の中がとっても穏やかな状態で、えー、感謝の周波数、ねぎらいとかですね、支援、応援するっていうね、大好きだよとかってね、えー、周波数になっていって、その家庭の中がすごく落ち着いてくると、その中での、えー、ご家族、子供たちがどんどん良くなって、えー、日本がね、えー、世界がどん,どんどんどん良くなっていくと、そういう人たちだらけになっていけばね、あっという間にこう地球が平和周波数で、えー、素敵な惑星になっていくと思います。 では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。